上映会を全世界に開いておられる。中小の人々から8ミリグリーンのフィルムを集め上映するイベントも開催されました。そこ中小を切ったもの、中小の名の由来は明日間時代から行われていた農地の枯渇性の上理性で中小目だったからで、ね、す。明治43年に中小駅が開設されると人口が増え商店街が形成されました。こちらは昭和51年頃の中小駅。当時から安さを売りにする店が多かったようです。その後商店街の上にアーケードの設置が始まり昭和54年に完成。良いものを求め耕す人々、ここは今も昔も人を引き付ける商店街なのです。おしまい。十条では洋食店も一味違います。風味が柔らか、目玉焼きが乗った下口ハンバーグを味わいましょう。そして人気のお肉も個性的、1個110円ながら豪華なごちそうを。夏の限定品も斬新です。
Thank you.
Thank you.